その程度だ。受けてみろ。終わりだ。じゃあな。魔法の泉だ。綺麗だな、うん、でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人、劣等感の塊だ。さあ行くぞ。やろう！
と。その程度だ。気を急ごう。
ぞ。やっ、いい感じだ。あれ見て、出口かな。待て。なんだ。下がれ。あっち。お前好みの展開だな。そうでもない。マテリアの守り手か。うつむきなんてないけど。説得してみる。になっているぞ。俺の出番。しっかりガード。見とけって。セフィロス、よろしく。俺の出番。守りがおろそかだ。そろそろ本気出していくか。頼んだ。その手を引
き移動。やった。おいおい待てよ、さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。お嬢さんを守ってやりな。じゃ、もう しっかり守ってね。マコーロ見たかったな。
に稼働中だよな。地方の旧式魔鉱炉は定率運用で切り替えたはずだから。村の人たち稼働中だってこと知らないよな。死んだらしいやり方だ。そういうところ直した方がいい。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。魔鉱炉は本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。すごく嫌な予感がする。ここで見たことは多分見ようだ。分かってるよ。天に祈るなら今のうちだ。やったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバって。ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。
ジェロ。まさか俺も。俺はこうして生み出されたのか。俺はモンスターと同じだというのか。セフィロス。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれは、それはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの、うん、それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。なことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ？一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。クラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は、優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私は、その人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。
やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、その時俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら村を守れたかもしれない。いや、どうかな。助けるんだ。
ろ。よかった、無事か。今運んでやるから。その漆黒の宝珠クロマテリアと呼んでいます。 Hey you! 皆さんの未来占うで。レッド、どうかな。ここにはすっごいマテリアがあるんじゃない。どひゃいや、お別れってわけじゃねえ。帰りの足がいるだろう。待ってくれ、ちゃんと帰ってこい。セフィロスとは朝からの因縁がある。私も行く。俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。かつてジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき欺いた。グラハト、俺は騙されない。これ持ってて。このマテリアがきっと世界を救う。怒りと悲しみは増幅し、星の力となるのだ。セフィロス！